インドの新型コロナウイルスの感染者は69万人を超え、ロシアを上回り世界3番目の多さとなりました。インド政府は6日、新型コロナウイルスの感染者数が69万7413人になったと発表しました。死者は1万9693人に上っています。アメリカのジョンズ・ホプキンス大学の集計によりますと、感染者数はロシアを上回り、アメリカ、ブラジルに次いで世界3番目となっています。インドでは人口が多い都市での地下鉄や学校などの再開は見送られていますが、5月末まで続いていたロックダウンなどの制限措置は段階的に緩和されています。そうした中、7月以降、新しい感染者は4日連続で2万人を超えていて、依然感染者は増加傾向にあります。